ちょっとこれほどいて片側だけバーってやりますね。片方やり直しまで時飛ばし。はい、時飛んできました。今ね、両側やっちゃったんで、分かんなかった人は片方ずつやるので見てください。まずは横線山折りして、中をへこませて谷折りします。で、次縦線で山折りして、こちら側斜め線に折って、こちら側に折ります。1個、2個目の角の両側ができました。できましたら、次の線で谷折りします。谷折りしたら下げます。三角に折ります。戻します。次の線で山折りします。これで次の角の左側ができました。できましたら次の線で谷折りしますか。谷折りしたら下げて三角に折って戻します。次の線で山折りします。すると、はい、1個目、2個目、3個目の左右できましたら、次は縦線で縦に折ります。もう収録時間何時間やねん。はい、そうしましたらこっち縦折ったら横で折ります。折ったら下げます。一回逆折りします。で、三角に引っ張って折ります。ここ三角にへこんだと思います。で、一段下がった角のトゲの左側ができます。次は右側をへこませたいので谷折りします。次の線で谷折りします。谷折りしたらもう一回山折りします。山折りしたら下げます。反対に折って、白いところが見えるように折って、三角に折ったら戻します。三角にへこみます。1段、2段、3段目での角の左側、右側ができました。できましたら次は折っていきます。縦線を折ります。今度は山を折ります。山折ったらここへこませます。で、次で谷折りします。谷折りしたら下げます。開きます。開いたら、三角に開いたら戻します。ちょっとね、ストップしながらやってってください。ちょっと折り線があるのでね、中央は早いですけども、はい、折れましたら戻します。これで角が5個目までできたところ、ここから横線で谷折りします。はい、折ったら下げます。縦線で折って下げて、ここ三角に折ります。閉じます。閉じたら次のところで山折りしてください。そうするとね、5つ目の角の右側ができました。できましたらこの折り線は、まあ、使っといて、次の線、縦線で谷折りしていきます。谷折りをして、ここを斜め線使って閉じます。で、横線は山折りして閉じてください。で、このまままた下げます。で、三角に折ったらそのまま閉じます。保ったまま閉じます。そうすると一段下がります。下がったら次の横線で谷折りにします。谷折りにしたら山折りします。山折りして、次の縦線で谷折りしながら、下ろしながら三角に折ります。三角に折ったら閉じます。はい、これで6個目の左と右ができました。左右ができたら今度は山折りします。山折りをして、今の折り線を使って下げて斜めにここ折
折っていきます。で閉じます。はい、折ったら次の横線で谷折りします。谷折りしたら下げます。縦線で下げて三角に折って閉じます。閉じたら次の線で山折りしていきます。はい、7個目の角の左側できました。左側ができたら次の線で横線で、谷折りします。谷折りしたらこれ下げれるようになっているので下げます。で三角に開けます。で閉じます。で次の横線で山折りします。まあ、もうここまで来るとね、もう角はもう揃ってるので次縦線で谷折りします。谷折りをしてここの斜め線を使って閉じます。で横線は山折りです。はい、そしたらですねもう一回縦線で山折りします。よいしょ。でここは斜め線で向こう側に折ってください。はい、また段下げました。でここで折り方としては終わりです。ここが真ん中線になります。片方ができましたね。もう片方もやっていきたいと思います。こちら側になります。で最初はまあ三角に折って折り線つけるとやりやすいかなと思います。ここ1個目をへこませてください。折り線がね、この線が入ってるのでそれを使っていきながらでいいと思います。次で谷折り、次で山折りという風にしてください。そのまま縦線で下ろして谷折りします。はい、これで、角の両側っていうやつができたので、今度縦線で谷折りしていきます。向こう側に谷折りをして折り線を使って向こう側に斜め線で閉じます。はい、これで一段下がりました。下がりましたら次の線で谷折りしてください。下げます。三角に閉じます。次で山折りすると一段下がります。で角の、右側が今度できたので、できたら次で谷折りと山折りをして畳みます。畳んだら下げます。下げて三角に折って閉じます。閉じると、まあ、へこみの方の角ですね、これが右と左ができました。できましたら今度は一段下がっていく動きになるので縦線で線に習って谷折りしてください。はい、谷折りをしたらここの線を使って斜めに閉じます。この線は山折りになります。はい、この閉じ方をしたら下に下げて三角に折って閉じます。また一段下がりました。角の右側ができたので次は谷折りして、次山折りをして下げます。はい、これで三角に折って閉じます。どんどん逆ですね。今度ね、2つ角の隣が山折りになってて角のところが谷折りになってるバージョンの両側ができました。右側と左側ができました。できましたらさっきは山折りをしたんですけども、今度は縦線で折り線通り山折りをしておきます。折り線を使って斜めに向こう側に閉じてください。はい、そしたら、これで1段下がりましたので谷折りします。谷折りをして下げます。下げて三角に折って閉じる、戻します。次で山折り、1段下がって角の右側できた、片方できたのでもう一回山折りして谷折り、この状態で縦線を下げて三角に折ります。三角に折ったら閉じます。閉じて次の線で山折りします。よいしょ。はい、角のところが出っ張ってるところが山、両側が谷となっている状態で、縦線で谷折りしていきます。谷折りをしたらここの斜め線を使って折って、こちらの線では山折りをしてあげてください。このまま下げます。下げて三角に折って閉じます。
これで一段下がりました。今度は凹みの方ですね、凹んでいる方の、角になるので、こちらの線で谷折り、次の線で谷折りをして山折りをします。やったら下げます。下げて三角にやって閉じる。これで凹みの角ですね、出っ張っているところのラインが凹んでいるところで、両側にが三角に凹んだと思います。はい、したら今度は向こう側に縦線で山折りの方をしていきます。山折りをしていったら向こう側でこの斜めのラインで折ってください。はい、連続でやってきて何個になったの、 1,2,3,4,5,6 ラストね次。はい、折れましたら次の線で谷折りをします。下げてへこませます、閉じます。次で山折りします。もうだいぶこっちと近づいてきたら山折りをします。はい、これでへこんだところ、一段下がったところの角の右側ができたので、また次は谷折りをして折り下げます。と下げて三角に閉じます。次は山折りで表に帰ってくる。はい、これで7個目の角の右側左側ができました。できましたら縦線で谷折りしてください。谷折りをしてここ斜め線で折っちゃってください。折ったら山折りします。ちょっとこっち直す。はい、たらここ山折りをしてあるので下げます。で三角にして閉じます。でそのまま一回開いて次の縦線で山折りをして、今折った線を使って向こう側に斜めに折ってください。はい、真ん中が2列だけ、ブロック2列だけになりました。角は順番になりながら7個目の角ができました。こちらも同様で、ここ斜めに閉じたいですが、こういう風に一回こう折って斜め線を入れてもいいかなと思います。真ん中で谷折りをしてこちら斜め線で閉じます。はい、こんな感じで、まあ、一応片方ずつでもできるよっていうのをやってみました。ちょっとスピーディーめに説明してみました。続きましては前足に入っていきたいと思います。はい、そうしましたらこちらできたんで、こっち側の余ってる紙で前足を作っていきます。このままこっちを開いて折っていきます。ちょっとね、まあ開いちゃうけど気にせず、横線で山折りして角で斜めに折ります。次は今度谷の斜め折りをします。谷斜め折りだね、新しいね。谷の斜め折りしてつまみます。で次の線で谷折りをしていきます。で交互に次は山折りで、ここ折り線があると思うんですけど、斜めに山、次は横線で谷折り、次で斜めの谷折り、山、谷、山、谷、交互に閉じていきます。まあね、ここまで来れればいらないでしょう、解説は。はい、こちらと合わせるとこんな風になりました。全然今まで通ったのと違う感じ。はい、こっちこのままにしといて開きます。開いたらここから1個目2個目で山折りします。山折りしたら1個目の線で谷折りします。こんな風に山谷山谷で、次で谷折り、次で山折り、こんな感じになりました。ちょっとここ
こ開きます。つまんで、ま、前でもこっちでもこっちでもいいんですけど開いておきます。で次で谷折りというふうに折ります。3つのブロックで谷山谷山となってると思います。そうしましたら斜めに折ります。最初のブロックで斜めに折ります。間をへこませるようにして閉じます。次も同じでいいです。バッテンつけへこませて閉じる。次も同じでいいかな。ほい、へこませて閉じます。はい、こんな風になったら一回広げて、こちら裏から、まあ、取れるところ全部ですね開きます。ここ1枚だけです。真ん中は真ん中1枚だけになるように開くんですが、開く場所はここ2個目の箱のところで開きます。でこちらは斜めに開く。こちらも後ろから開きます。この斜めで折ります。このまま開いたまま最初のブロックで閉じます。今度は閉じ閉じ、一つ飛ばして、2個目のブロックはここの角ができた状態で閉じます。でこっちは閉じた状態、1個伸ばしてない状態で閉じます。そしたら2個目のこのトゲがあるところで開きます。あとはまとめといて、でこいつを顎にしていきたい。どうするか、ここからここに斜めに折ります。こちらもここのラインで斜めに、まあ、どうやってもいいんですけど折ります。すると、まあ、くちばしみたいにこう立てられるかなと思います。はい、ギュッとやってやると1個大顎ができます。この感じで反対も斜めに折って、このラインで斜めに折ると、で両方折って立てるようにしてあげると紙切りの大顎ができます。こんな感じです。こうなってたものに斜め線をつけて立てていく感じです。3時間ぐらい撮影かかりそう。はっ、はい、そしたらこの大顎さんできたらこういう風に持ってもらって反対にして2本こう触覚と両足になってると思うんで付け根で斜めに折っておきます。これでちょっといろいろ折りやすいかな。で前足やっちゃおうかな。長い前足ができたので、はい、斜めに折って、でこんな風に上だとこっち、裏側がこっち、前足がついてる方、斜めに開きます。それぞれ斜めに開きます。根元から半分に折っちゃいましょうか。ちょっと硬いけど一旦細く折ります。いや、ここまで来れたらまあ本当にもう
完成できるんで、破れそうになったりとか、まあ、セロハンテープで補修しながらやったらできると思います。はい、裏側から見て細く折りました。で、途中で前に折りたいので、まあ、真ん中ぐらいですね。で、三角につまんで、これでかぶせていく感じですかね。そうすると完成できます。台もちょっと開いて、最初のところは除いて3つ目ですのブロックで、まあ、こんな風につまんであげて、かぶせるように折ってます。同じになってる、なってる。よし、できたら足場、まあ、このままでもいいですけど、根元のところで内側に一回折ってます。押すと立ちやすい。裏側から見て根元のところで付け根で一回折ってます。これで前足は完成。そしたら触覚いきます。この状態で先の方から2つに折っていきます。1回折り線つけます。ちょっとね、硬いとこもあるんですけど、後ろから押しながら1回2つに折り線つけます。で、折ってで、この何もないところでつまんでください。ここが、まあ、三角みたいになるようにして、この顎のとこで斜めに折って立てて、そしたら倒すって感じですかね。はい、まあ、ここ先やっちゃってもいいか。そしたら2つに折って何もトゲがないところの途中、真ん中でつまんで曲げて、まあ、折ってもいいですし、でその後斜めに折って立ててやって、よいしょ、まあ、ちょっと倒す感じですかね。はい、折れたらまた少し開いて、はい、2枚重なっているところ1枚開いて、先折って角折って尖らせればいいかな。ちょっと開いて折り下げたところを三角に尖るようにつまんで立てたら半分に折っちゃう。そうすると触覚のところができる。同じです。交互にはなってるので位置はちょっと違うんですけど、とにかく
間で立てる。硬いとこはもうなんか半分になんかとんがってればいいかなぐらいの。7個目はほんとカタカタなので、まあできる範囲で。もっと長いこの串になってればもっと良かったんだけどね。今回はこれが限界。串が立ってる状態で2つに折るって感じです。でもある程度ちょっとこう曲げてもいいかなと、後ろ方向に曲げてもいいかなと。ほんとロングホーンビートルって感じやね。はい、反対も。同じです。尖らせて立てて、尖らせて立ててつまんで、重力が指先体勢全部しんどいな。指の力がなくなってきた。はい、立てて2つに折って尖らせて飲むかな。尖らせて立たせたら、2つに折って、まあ若干曲げてもいいんじゃないかな。ロングホーンビートルやね、マジで。はい。またお好きな感じで仕上げやってください。お好みでですね。はい、こんな感じでお疲れ様でした。ウォーレス串ひげ髪切りの頭完成です。体折ってくる。いや、ちょっと 2,3 時間ぐらい折ってたんちゃうかな。ひげんとこの畳なんて白長四角です。2回折ったからな。伝わってればいいけど。色三角です。体はちょっと細めの細長くクワガタに折る感じで三角にとします。なんかユダイクス系の折り方をしてますね。三角としたら真ん中に合わせて三角。2時間ぐらいなってんじゃないの。完成動画編集がどれぐらいかかるのか恐ろしいな。どうしても手元でやってるよりミスるから折り直したりしてるんで、すごいことになりそう。真ん中に向かって三角。比べたら体なんてもう一瞬で終わりますから、で作れますよ。三角4回さらに折って上と下で持ってもらって開いて、まっすぐでもお尻小さくしてもどっちでもいいかな。開いてずらして折って、開いてずらして折って六角形に戻す。角角で折る。ちょっと残して5ミリぐらいかな。
折り上げします。結構細くした方がいいんだよな。外側を今回は斜めに折って細長くします。この角ぐらいかな。結構細くしていい、かっこいいかな。その方が同じぐらいで折ったら、はみ出たところを合わせて折って折ったら広げる。広げたら中足からやっていきます。三角に折り線を折ったら先も山折り。折ったら真ん中で谷折りをしてへこませます。後ろ足も山折り山折りしたら先も山折り。わあ、全然見えない、光りすぎ。谷折りでへこませます。めっちゃ光っとるんやけど、こんな感じでへこませて閉じます。反対も同じ。いやー、消耗した。乾燥も何も、大変だったねっていう本当に2月ぐらいかかっちゃったのかな。まあ順番待ちとあれでね、全部へこませました。後ろ足から外側に斜め折りしていきます。このラインぐらいで折るといいかな。たら折り返して、でもう一回折り返してます。で、体のラインに合わせて折って、もう一回ここで折ってます。こんな足にしてます。でも同じです。斜めに折って折り返して、もう一回折り返して、体のラインに合わせて内側に折って、この最後のラインで外側に折ってます。ちょっとまあ立ちやすいかな。戻して、ちょっと余裕を持って中足を横に折ります。細く2つに折ります。初めてこのボレスクシヒゲいきなり折ったらもう大変ですよね。この辺の折り方も知らなかったらなお大変。よいしょ、もう一回折ります。もう一回細く折ってつまんで、で立てて、前後に折ってあげて、後ろに折って、もう一回
途中で折ってます。こんな感じかな。つまんで細く折ってつまみ立てて前後に立てて後ろにやって途中で折る。こんな感じです。縦に折ります。折ったらこの角くらいで三角に折って開いて折り線でへこませてこうつまんで丸めてお尻を作る。できたら中で三角に折ってあげて、見えるかな、三角に折りました。折ったら起こして向こう側に倒します。でロックしてあげます、はい、下の方の2本多分あるうちの下の方の折り線で折ります。たら次の線で折り返してでここかな、軽くでいいんだけど、ここ起こしながらよ、三角にここ折りつぶすような感じで、ここ、胸が細くなるようにしてます。こっち起こしてちょっと硬いけどここ三角に折りつぶす。できたらやってみて。はい、いいよ。こんな感じでオーレスクシーヒゲカミキリの体完成です。合体していく。表面テープで裏側のちょっと起こしてここ先の方に貼ってはみ出たところを折り返してこの状態で頭をちょっと上げて腕のところのこの角にこれを重ねる形でちょうどいいと思います。で貼っちゃいます。ない人はこのままここに挟むような感じで足をどかしてちょっともうちょい前だったかな、で胸のところと重ねて一緒に折っちゃうと一応固定できるですけど、まあギリ足フラフラだとは思うんですけどね。テープがあった方が安心。これ一緒に重ねて折っちゃって腕をね溶かした状態で、でくっついたら腕を戻してあげるとオーレスクシヒゲ髪切りの完成です。お疲れ様です。いや本当にかつてないほど制作に時間がかかった渾身の一作というわけで、今回はオーレスクシヒゲ髪切り作ってみました。難しかった人も諦めずに何度も挑戦すればいつかできると思います。この動画が良かった人もそうでない人もグッドボタン、チャンネル登録まだの方もそうでない方もチャンネル登録してくれたら嬉しいです。拡散転載宣伝もよろしくお願いします。あなたの高評価、感想やリクエスト、コメントが創作動画編集の力になっています。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チーバーでした。バイバイ。